はい、今回はですね、仕事をするメリット、また仕事をしないデメリットについてのご紹介になります。まず仕事をするとどうなるのか、仕事をするとまっとうな社会人になれます。まっとうな社会人といいますのが、おテントさんがありまして、まっとうな社会人、こんな感じですね。そして社会人のメリット、社会人のメリット、いろいろあるかと思うんですけど、端的に3つほどご紹介します。まず1つ目、これですね、ニュースと関係ある。社会人のためにニュースって流れてますので、テレビでもネットでも、あのニュースの内容って、あ、自分と関わりあることは聞いておこうってなります。生きることがニュースと関係あり、まあいい意味でも悪い意味でも、でどうでもいいニュースでも。で2つ目なんですけれども、雑誌、まあネットの雑誌ありますけど、ネット雑誌とか雑誌の内容をよく読むようになります。雑誌の内容を読む、これですね。そうです、雑誌これ欲しくないんだけどとか、いやこれ買っても私ちょっと無用の長物かなみたいな、雑誌の内容をよく読むようになります。3つ目、ででん、会社を比べるようになる。社会人経験でですね、転職とかとありますと、あの会社とあの会社ってどっちがいいんだっけっていう風に、あの会社を比べるようになります。その他ですね、具体的な金銭感覚につきましては個人差とばらつきがありますので、皆さんそれぞれですね、ゴーイングマイウェイと言いますか、あまりその突っ込みすぎるのも良くないですけど、で社会人でないデメリット、これも非常に重要になってまして、まあ端的に3つですね。社会人でないデメリットと言いますのが、お菓子の不安って言いまして、お菓子の不安っていうのは、これ体に悪いんじゃないかなって言って他に食べるものないからっていう不安ですね。で2つ目デメリット、新聞のあの犯罪者が捕まった情報、あれが非常に身に染みて怖くなる。
新聞が怖いで、3つ目なんですけれども、芸能人のファッションとか関係ないっていうことですね。芸能人のファッションが関係なくなりますので、まあ、テレビとか見ないと思います。これが社会人でないデメリットになります。だったらね、皆さん、私もちゃんとした社会人になりたい、僕もあるかと思うんですけど、ではどうしたら社会人になれるのか、これも3つございます。会社に入るですとか、仕事着、身につけるですね。そしてもう一つ超重要なんですけど、言葉遣いですね。で、言葉遣いができてるとお小遣いもあると思ってください。まあ、参考事例になるんですけれども、おい、おふくろ、金かよ、なんか俺酒飲み行くんだよ、バカね。お母さん、すみません、ちょっと今電車乗ってですね、ちょっと調達に行かなきゃいけないんですけど。何よ、何がお母さんなの。社長でしょ。あ、すみません、社長様。てな具合ですね。社会復帰、まあ社会復帰と聞いてですね、じゃあ元は社会に属してた人なんだろうっていうことです。まあ、社会復帰、社会帰依っていうんですかね、帰依、お寺の帰依じゃなくて社会帰依っていうんですか。これですね、社会帰依を果たすと特典がついてきます。電話がかかってくるようになります。うん、買います？めんどくさいですけどね、私もプロバイダーは一つで決めてるんです、とか。ご注文は何々でしょうか、これ聞かれます。もう一つ、いらっしゃいませ。そうです、社会というのは人の財布を求めてる。これ言っちゃいけませんけど、結構腹立ちますよ。ではですね、さっきのあの参考事例なんですけれども、結果事例っていうのを出してみたいと思います。社会人になった時の結果ですね、これを3つほどご紹介します。まず1つ目、ごちそうさまでした、この発言力。2つ目、いってらっしゃい、こ
んなこと言われてみたいですね。もう一つあります。お疲れ様、お疲れ様です、うん、こういうヒアリングが結果として社会人の環境になります。